クリスティーナ・サンチェス・デ・パブロスは、スペイン・マドリード県、パルラ出身の闘牛士、スペインで最も有名な女性闘牛士である。18世紀半ばには、ニコラ・サイス・カミーリ通称パフエレイラが、初の女性闘牛士となり、1816年には、フランシスコ・ゴヤが、闘牛儀の連作の中で、有名なパフエレイラが、サラゴサ闘牛場で行った男勝りの勇気を、 制作しているが、パフェレーラの時代の闘牛士は、現代の代表的な闘牛士の形式である徒歩、闘牛士ではなく、騎道から、大牛と向き合う、騎馬闘牛士だった。1726年頃には、フランシスコ・ロメイロがデビューし、ロメイロは、徒歩闘牛士が活躍する現代闘牛の原型を、作った。1862年にはギュスターブ・ドレが、女性の徒歩闘牛士を描いた。 テレサ・ボルシ、アンダルシアの女性闘牛士を制作している。20世紀初頭には女性闘牛士の一座が巡業を行ったが、色物的存在だったと推測され、1908年に女性による闘牛の禁止令が出された。第二共和世紀の1931年には非公式に女性闘牛が行われるようになり、1934年には女性闘牛が公式に復活した。 戦闘以上のお牛を殺した、フアニータクルスは最も多くの闘牛を行った女性闘牛士となり、ビルバオのビスター・レグレ闘牛場を満員にする人気を誇った。1930年代後半のスペイン内戦後、フランコ政権下では女性闘牛が禁じられ、活動の継続を希望する女性闘牛士はラテンアメリカに渡ることを余儀なくされた。 フランコ体制末期の1970年代初頭にはアンヘラ・フェルナンデスが裁判闘争を行って女性闘牛の復活を訴え1980年代にはマリベル・アティエンサルがメキシコで聖闘牛士に昇格したがこの時代にはスペインの闘牛自体が衰退しておりアティエンサルは母国スペインで活躍することなく1987年に引退した クリスティーナ・サンチェスは1972年にマドリード市南部のパルラに生まれた。幼い頃から闘牛士になる夢を持っていたため、闘牛士助手だった父親のアントニオ・サンチェスは、お牛の行動や生態について娘に教えた。母親は娘に美容師の道を歩ませたかったが、サンチェスはマドリード闘牛学校に通った。エクアドルで闘牛士としてデビューし、 見習い闘牛士として129回昇格した若牛闘牛士として141回の闘牛を経験した。3 2 0ラムの若牛相手に初めての事故を起こしたのはビジャベルで近くの田舎闘牛場での出来事である。角で空中に跳ね上げられた後に地面に叩きつけられ、四股で踏まれた上に腹部を突き刺され、死球を損傷した。 1995年7月8日、若牛闘牛士だったサンチェスは、闘牛会の頂点にあるマドリードのラスベンタス闘牛場で、初の工業を行った。聖闘牛士となったニーム闘牛場1996年5月25日には、ローレンナ闘牛士であるクーロロメロと、ホセマリア・マンサナレスを承認として、フランスニームにあるニーム闘牛場で、聖闘牛士に昇格し、 1996年には、第10位となる66回の闘牛を行い、130個の耳を得た。その後も、一流の出場回数と自覚得数を維持したが、伝統的価値観を持つ一級闘牛場の工業主は、女性闘牛士の活躍を心よく思っておらず、出場回数と獲得した耳の大部分は二級闘牛場と三級闘牛場で、記録したものだった。 サンチェスはスペインでの工業で316個の耳を得た。1999年8月19日、技術面の衰えの問題ではなく、男性闘牛士との確執が問題で引退した。2000年6月2日、ポルトガル人闘牛士助手であるアレシャンドレダ・シウバと結婚し、二人の息子を設けた。外して男性優位の職業である闘牛士として成功を収めたサンチェスは、 1990年代のフェミニスト運動の代表者であると多くの人にみなされている。その名声はアメリカ合衆国にも届き、ユニビジョンのテレビ番組プレミアインパクトでは司会者のマリアセレステ・アララスがサンチェスの記事を紹介した。引退後には闘牛のテレビ解説者となり、2013年にはクアトロのリアリティ番組エスペディシオン・インポッシブレシーズン4に出演した。 ありがとうございます。